台風により暴風となると心配なことの一つが停電です。停電が長引くと生活に大きなダメージが生じるため、あらかじめ事前の対策をしておきましょう。まずは電源の確保です。乾電池やモバイルバッテリーなどで電源の確保に努めてください。通信障害などによりスマートフォンが使えなくなることを想定し、手回しで充電できるタイプのラジオがあるとより安心です。日が沈んだ後に停電になると周囲は暗闇になって大変危険です。懐中電灯などを手の届く範囲に準備し、電灯の確保をしましょう。マンションではポンプで給水をしている場合があり、停電に伴って断水する恐れがあります。飲用やトイレ用にバケツや湯船に水をため、生活用水の確保をしておくと安心です。冷蔵庫は停電しても 2,3 時間は冷気を保てますが、夏場はドアを10秒開けただけで中の気温が1度上がると言われています。停電中は冷蔵庫を極力開けないようにしてください。そして気温が高い時期の停電は熱中症が心配です。停電が思いのほか長引いてしまうと、エアコンや扇風機などが使用できず危険な状態になります。熱中症対策として電池で駆動する携帯用扇風機や保冷剤を備えておくと安心です。その他濡れたタオルを首に巻くことも有効です。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。停電対策などもお天気ニュースチャンネルからご覧いただけますので、ぜひご利用ください。